今度は人型か？なんだよ。わかるわけないわよね。ドミニク、これで役者にするかってわけに。やってくれる、やってくれるぜおめえら。私の人格など崩壊してもいい。お前らぶち殺せればな。やられてたまるかよ、ドミニクを前にして。ドミニク、ドミニク、ドミニク、シオン、シオン。心配かけやがって。初めてだね、抱きしめてくれたの。ああ、お楽しみのところ悪いな。ラブシーンは後にしてくんねえかな。だな、脱出する方が命がけだ。すまない、急ごう。で、どのルートを取るんだい。警備はどこも厳重だろうが、ロケット塔なら複雑な構造が俺たちの味方をしてくれる。決まりだな。よし、行くぞ。
ロケット塔に侵入者を確認。全ロボットを警戒モードに切り替えろ。侵入者はシャトルエリアに向かっている模様。まずいな。思ったより警備が厳重だ。ドミニクを連れて4人じゃ見つけてくださいって言ってるようなもんだ。ごめんなさい。いや、そういう意味じゃなくてよ。ここはおとりが必要じゃねえか。だな。一人がドミニクを連れて、二人は音になって警備を分散させよう。じゃあ誰がドミニクを連れて逃げる？俺が行こう。ありがとう、シオン。チッ、俺たちはついでかよ。気をつけて。行くぞドミニク、俺から離れるなよ。うん。ね、シオン。ん？私、一緒にいていい？ん？
なんだよ、突然。私、ここ嫌いなの。王さんが逃がしてくれて。老子が？それでシオンに会えた。ドミニク。シオンと暮らして、最初はあまり話してくれなかったけど、初めて自由で、初めて楽しかった。帰っていいんだよね。当たり前さ。あれを使おう。下がってろ、ドミニク。ドミニク！寝つきが悪くてね、商売柄。3対1か。そのくらいのハンデはやろう。後悔するなよ。来な。ドミニク、大丈夫か？まだ嫌がったか？これはちょっときついぜ。Thank you.
ったか。当たり前だ。今はこいつをドラガン様に届けるのが先だ。巨大シャトルガレオスへな。てめえらを撃ち殺すのはそれからだ。しまった。あれがドミニク。彼女はドラガンの死んだ妹だ。何？詳しいな。現ミカドグループ総帥ドラガンは幼い頃妹を病気で失った。総帥の座を手に入れたドラガンはその資金力と技術で妹を蘇らせた。嘘だ。俺は以前先代ミカドの SP だった。なるほど、詳しいわけだ。俺の言うことを信じたくなければそれでいい。だが彼女はお前を必要としている。シオン、お前にも彼女が必要なんじゃないか。ドミニクを取り戻すしかねえだろ。真実が知りたきゃな。感傷に浸ってる余裕はなさそうだでしよ。止めないとな、ガレオスってやつを。今の俺は手加減できそうにないぜ。失うわけにはいかないんだ、大事なものを。よく今まで生きていたね。褒めてあげるよ。エキドナ。無月も PD4 も勝てなかったお前たちを倒せば、私が一番になるんだよ。お前たちを倒したこの私が。悪いが、お前と遊んでいる時間はない。なめるんじゃないよ。あんたは昔からそうだ。先代の SP の頃から私に指図する。お前たちをガレオスには行かせやしないよ。いいだろう。今ここでケリをつけてやる。
これで終わりだ、ベキドナ。くっそ、まだだよ。私はまだ戦える。お前の負けだ。じゃあとどめを刺すんだね。ドラガンの先代暗殺に加担し、その罪をあんたにかぶせた私を。もう勝負はついた。私に恩を着せるつもりかい。ボルト、あんたはいつもそうだ。いつも私より上を行って、私はあんたを超えられない。もういい、エキドナ。帝から出て女として生きろ。待ちな、ガレオスなら隣の塔だよ。ドミニクもドゥラガンとガレオスの仲さ。何だと。足止めしてるように見えるが、ルキス、情報が漏れてたってのかい。さて、俺たちも行こうぜ。どうやって。あれでさ、エアキャリアで追いつけるのか。行こう、戦闘機が足止めしているうちに。ブースターに点火する前に間に合えばいいな。急ぐぞ。ボルト、死ぬんじゃないよ。あんたを倒すのは私さ。
無月待たせたな。もうあの娘もドラガンも知ったこっちゃねえ。掃除はどうする。そうか、無月を頼む。思いっきりぶち切れて、てめえらをぶち殺せるぜ。この道落ちたら地獄行きだ。